はい、どうも、ドナイ山本です。今ね、ちょっと中野でね、お笑いライブ出てて、ちょっと今自分の出番が終わりまして、ジャパンダウンタタビ見ました。今ね、ここで見ました。ライブじゃない、録画を見ました。ジャパンダウンタタビ公式の見ました。ミックファイヤーやばいね。マジで感動した、本当に。いや、強かった。最後の最後でね、三冠達成ですよ。マジで泣きそうになりましたね、本当に。最後のゴールした後の三冠ジョッキーのあのガッツポーズとか本当にかっこよかったし、何よりもね、武豊ジョッキー水戸の王が、僕あれ完璧なラップなんですよ。完璧なラップで逃げてるんですよ。完璧なラップで逃げてて、で3コーナー4コーナーって突き放したじゃないですか。だからもうあれ完全にね、あ、もうこれ水戸の王かってね。やっぱ水戸の王が、武豊騎手がね、後続を封じて完璧に逃げ切ったなって思ったんだよ。思ったんだけど、最後の直線ミックファイヤー伸びたね。あれ5、6馬身ぐらい突き放したのに、最後ミックファイヤーが伸びて緩和した瞬間、マジでね、ちょっとこの場でね、マジでこの場でね、ほんと叫びそうだったもん、本当に。ちょっと今人来たから様子んだけど、マジでね、マジで叫びそうになりましたよ、あのミックファイヤー。キリンジがね、最後だから、最後ミックファイヤーが差し切ったと同時に、キリンジも来たんで、だから最後力尽きたのかな。やっぱ水戸の王もね、最後で最後で力尽きたのかもしれないですけど、まあでもミックファイヤーマジでおめでとう。もう最後のジャパンダートダービー地方が勝ってね、まあジャパンダートダービー大井所属馬はね、あのオリオンザサンクス以来ですから、第1回大井の大井所属馬に始まって大井所属馬に終わったという、いや、まあ取り急ぎなんですけど、マジでミックファイヤーの勝利、感動しました。本当にね、とりあえず3歳最強かな、とりあえずミックファイヤーが。今後楽しみですわ。これからね、ぜひね、もうこのままフェブラリーステークスとか、そっち中央にもね、参戦してほしいし、中央も蹴散らしてほしいなというふうに思いましたんで、はい。というわけで、まあ、取り急ぎね、ジャパンダートダービーで、ミックファイヤーが勝って、おめでとうと、そのご報告の、とりあえずちょっと今ライブ中だからすぐ戻ってんで、またエンディングとか出るんで、まあそう、まあちょっと取り急ぎの動画にはなっちゃったんですけど、まあそんな感じです。はい、というわけで、ミックファイヤーおめでとう。